カトン。あ、人影。ねえ、さっきからわざと致命傷を避けてない？本当にそれでいいの、隊長さん？じゃあそろそろ僕の番だ。諸説、白石の前電動設備また消えた。この中なら僕は無限に氷も雪も生成できる。苦しいでしょ、刺さるような冷気の中で呼吸するのは。諦めなよ。それは無理な頼みだ。諦めるなど私の炎が許さない。たとえ絶対零度に閉じ込められよう、すべて燃やし尽くすまで。まずは冷え切ったその心からな。ああ、暑苦しい、嫌いだ。風間だ。残念、こっちだよ。何？はだれ雪。さっきより動きが鈍くなってるよ、隊長さん。まあ無理もないか。この急激な気温の変化、生身の人間なら相当体力を削られちゃうもんね。何の、これ式のことで音を上げるほどやわな鍛え方はしていない。この肉体は日々積み重ねた鍛錬の賜物だ。努力は裏切らない。たとえ生身の体だろうと、私はお前に勝てる。自信満々だね。そういう強いセリフは勝ってから言ってほしいよ。早い。勝つから言っているんだ。ああそう、でも努力は簡単に裏切るよ。ミツハならそんなこと言わない。だからもう僕のだ。アスカ。表札剣発魔人。ああもったいない、せっかくチャンスだったのに。表札剣銀剣。剣から斧だ。氷で自在に形状を変えているのか。集中しなよ、僕は君の敵だよ。自慢の鍛錬が足りないんじゃないの。火炎砲。表札剣立花春。僕は無益な殺生はしたくないんだよ。だからもっと真面目にやってよ。それじゃあ僕が一方的にいじめてるみたいじゃないか。それとももう限界？やっぱり死んだお友達に歯は向けられないか。脆いな人間は。でも安心して、僕はそこにつけ込むようなことはしないから。それともそうした方がやる気出るかな。ふざけるな！白煙。反応するからついからかってみたくなって。もうしないよ。ひどいよね、そういう戦い方する嫌なやついるけど、僕はそういうのは好みじゃないから。お、いい顔に戻ったね。どうしたの、燃え尽きちゃった？
じゃあもう疲れたから終わりにするね。おやすみなさい。表札権玉折荘。三つ。待て三つだ。僕と勝負だ。ミツハがまた勝った。すげえ。これで史上初の30人抜きだ。振り見ぬ。俺の言った通りだ。よこせたい。チッター頑張ってくれよ。大穴なんか狙わなきゃよかったぜ。またまた引きの勝ちじゃねえか。ほら踊れ。バカ手の稽古の裏で掛け事するバカがいるか。こんちんべらが。銀兵衛副隊長。あしら副隊長。すいやせえ。ええええ。たや。ふん。てた。大丈夫、白剣くん。ありがとうユダ。僕なら大丈夫だ。弱い。え？力の抜き差し、呼吸、組み立て、相手との距離感、全部ダメ。全然ダメ。相変わらず弱いわね。ふん。情けない。男のくせに。待て三つ、もう一勝負頼む。何度やっても同じよ。怪我したくなかったらね、もっと基礎を何度も何度も反復して体に叩き込んでからかかってきなさい。さすがは三つ葉ちゃん。それにしても強いな三つ葉は。そりゃそうだよ。それまで刀を握ったことすらなかったのに、入隊して1ヶ月で副隊長クラスとほぼ同等の武功を上げ続けている天才だ。すでに未来の隊長の座を約束されてるらしいよ。それはあっぱれだな。ああ、千年に一度の逸材が同期で、しかも同じ隊にいるなんて気が重いよ。そうか、そんな強いやつと一緒に鍛えられるなんて、なんて恵まれているんだ。燃えてきたな、ユダ。僕もいずれ必ずバサラ軍の隊長になるぞ。白夜君は本当ポジティブだね。僕にはそんな自信ないよ。今日もコテンパンにやられたし。なんの、たった一度の敗北で折れるような志なら、初めから何も成し遂げられるわけがない。勝つまでやろう。大丈夫だユダ。君は誰よりも強いことを僕は知っている。そんなことないよ。いや強い、大丈夫。ファイヤーだ。ファイヤー。そんな言ってみろ。ファイヤー。そんな。ファイヤー。バニー。やればできる。今回の任務は何度 B クラスじゃ。 A 山のおじきが別の任務で出払っちょるけ。副隊長2人と三つは、それに選抜隊員で。新人のオドレラには少し酷じゃが、 B クラス以上の任務は常に危険と隣り合わせじゃ。死ぬことも当たり前にある。降りたい奴は降りて構わねえ。覚悟のある奴だけついてこい。俺は降りるぜ。俺も降りる。そうそう。お供させていただきます。ほな行きますけど、アシュラの兄貴。足引っ張んないでよ、あんたたち。見ててくれ、ミツァ。僕も強くなったぞ。ちょっと。